なんかめっちゃ、ウォーキングデッドっぽいよね。はい、ということで、バイオハザード RE2、続きをやっていきたいと思います。コスチュームをね、変えてみました。雰囲気だいぶ変わって、ほんとウォーキングデッドに出てきそうなキャラクターの、なんか外見になりましたね。こっちですね。はい、ガチャっつってガチャっと。多分アイテムの取り逃しとかはほとんどないはずなので、このまま進みたいと思います。はい、グリーンハブ。グリーンハブは回復アイテムですね。ハンドガンの弾。ハンドガンの弾結構取れたな。結構怖いよ。アイテムとかないでしょ。ちょっと調べとくか。グロテスクバージョンだと若干演出というか表現が違うはずなので。うわ、グロ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 いね、グロいね、これはグロいね。ああ、これはグロい。ああ、これはグロい。全然違う、全然違う。グロテスクになってるね。カンカンしてるよ。ブラブラしてんな。すごい。もう鉄パイプとかもね、こざっくり切られてんの。うわっ！びっくりした。ここはクローバーだっけ。リロードは済んでいる。拾い残したアイテムとかもない。早いとこ進んじゃいましょうか。この辺はね、体験版で経験済みだ。すまないが、この辺であまり足踏みはしませんよ。緊急事態対応記録。市内で発生した大規模な暴動により、当警察署を一時的な避難所とすることが決定した。全署員は市民の受け入れと保護を最優先とする。25日、夜班、夜班、市民の1人が署員に襲いかかるという事件が発生。署員1名が死亡、3人が軽傷を負った。当該市民は間もなく鎮圧された。極度のストレスによるパニックと考えられる。暴徒による当警察署への襲撃が発生。戦闘による死傷者多数。非常シャッターでの封鎖により退避に成功するも、署周辺は無数のボートに取り囲まれ、脱出は困難と判断された。通信機器の復旧に目処は未だ立たず、外部との連絡は不可能。13時、警察署西側で再び戦闘が発生。12人死亡、生存者はわずか。署内はひどい混乱に陥っている。大変な事態じゃないか。来いよ、いつでもお前を迎え撃つ準備はできている。全然これ、来い。トラップ、そこ、ここ、完璧ですね。頭に3発、絶対死んだでしょう。警察署1階の地図。マップ画面には地形や現在位置だけでなく、発見したね、アイテムとかもそう表示されるので、やっぱ取り逃したアイテムとかはないかなーっていう感じですね。一応ここも触っておきますか。生き返らないよね。さすがに頭に3発くらい入れれば沈めることができるか。おっと、後ろには死体が1つ。あ、なんか持っているぞ。ラッキー。じゃ、キャッツに先制攻撃を与えよう。頭。おー、今一瞬すごい倒れフェイントしたね。倒れるみたいな感じだったね。そう、ここのね、部屋に私ね、体験版では行き忘れてたんですね。ここ入っちゃうか。怖い怖い怖い。
そこいつ動くんですよ。片っ端からゾンビぶっ殺しちゃおうぜ。何かある。新人の初仕事、レオン・S・ケネディ、機関に重大な特別任務を与える。その恐るべき内容とは、なんと自分の机の鍵を開けることだ。ヒントは6人の先輩のファーストネームのイニシャルだ。順番は机の並びと同じにしてある。鍵は机の左右に1個ずつ、両方ちゃんと外せよな。まあ要するに仲間の名前を覚えるのがお前の初仕事ってわけだ。成功を祈ってるぜ。スコットの野郎から聞き出すのはちっと骨だろうけどな。ブラナー先輩、さっきのあの怪我してた先輩だね。と紙の隅に血痕と走り書きが残されている。ここに来なくて正解だぜ新米。なんかすげえいい先輩たちじゃんな。ここで仕事できたら幸せだったろうに。一つはマービン・ブラナーだろうから、あ、この右の机3つと左の机3つで左右の鍵なんだ。とりあえずこいつもやっとくか。 OK、 クリティカルが出ました。アイテムとかはねえか。そう、これ開けたいんだよね。机にはネイル、エリオットとデビット、 NED。 どっからゾンビの声した。NED、 OK。 そしてこっちはマービン。マービン隣の机だったんだ。マービンとリタと、あんたはジョージか。MRG、 MRG、 多分全部いい先輩だったろうな。ロングマガジン、マチルダのやつだ。マチルダ持ってこよう。マチルダ持ってこよう。でマチルダないとね、無駄になっちゃうから。バカだからさ、追加コンテンツっていうか、もう課金したやつの方がいいだろうと思ってね、バカみたいにアルバート仕様持ってきちゃったけど。作戦報告書、生存者を含め、私を含めたった4人、はあ、核質炉に関する情報。エリオットってのがあれか、噛まれて死んだやつか、レオンの目の前で。ジョジョ、ジョジョ、ジョジョ。ガンパウダーについてのメモ。ガンパウダーは調合できるぜ。そしてこれがガンパウダーだ。アイテムがいっぱいになりつつあるな。 あなたはちょっと距離を十分取って迎え撃とうか。外した。くそ、こいつ波のゾンビじゃねえな。この俺に2発も無駄にさせやがった。まだゾンビの声すんな。嘘だろ。来いよ。貯めるね。完璧。じゃさっさと行っちゃいましょうか。ここの窓ちょっと怖いよね。じゃこの木材ここに使ってしまいましょうか。いやこれ使わない方がいいんじゃない。実はこれ木材なんか使わなくていいんじゃない。実は植物学でハーブは調合できますよっていう情報だよね。おっと、明かりをつけておきましょう。じゃあマチルダ、マチルダせっかくね弾も入っているし、
多分威力的には絶対にサムライエッジの方が強いとは思うけど、最初のうちはまあおとなしくマチルダ使っておきましょうか。強化パーツなんで、もしかしたら弾を打ち切ってからリロードせずにマガジンを入れちゃった方がいいかもね。ハーブは一つ預けて、ガンパウダーもいいかな。ハンドガンの弾多分別で拾えるでしょう。レッドハーブこのまま組み合わせてしまいましょう。強力な回復薬がゲットできました。フィルムの置き忘れに注意。ここで写真が現像できますね。さてインクリボンをね持っていないんですよ。セーブできるんかい、セーブできるんかい、インクリボンなくてもセーブできるんかい。セーブしとく？しなくていいよな。何を甘えたこと。で、このマチルダの注意点、リロードしてはいけない。リロードせずに打ち切ったらすぐアルバートを取りに行きましょう。マガジンをセットしてね。マチルダ専用のマガジンをセットして、これピンチか。オッケー、やばい。どっから、あ、上から降ってきたってこと。オッケー、完璧。打ち切りましたね。打ち切ったらコンディションと回復アイテム、オッケー。これを組み合わせると多分リロードされるんじゃないかなって思うんだけど、正解だったね。12発マガジンに12発残っていたようです。この12発をどうしよっかな。使うか。12発くらい。お前はこいつちょっと怖いから撃っとくか。動くんかよお前。あ、女警官か。エロい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 。女警官エロい。やめろって。くそ、女だからって甘く見てた。くそが。さすがに死んだよな。残り4発ハンドガンを持ち替えよう。嘘、お前生きてるっていうのはちょっとびっくりですよ。少しダメージももらってしまったな。ハンドガンをここでアルバートに変更しましょう。預ける。 OK、 気を取り直していこう。武器もアルバートに戻った。敵は殲滅した。ここは窓は閉じる必要ないな。多分もう誰も入ってこないでしょう。女警官は殺した。こちらは何かあったよね。ここに赤ハーブか。持っていきましょう。この部屋、あ、結構ある。ポータブルセーフって何でしょうか。小型の携帯型金庫。このちっちゃい金庫の中に何か大切なものを入れてるんですか。ポータブルセーフ取扱説明書。表面に並んだボタンを押すとリング状に配置されたランプが緑色に点滅します。すべてのランプを点灯させると蓋が開きます。ボタンは特定の順番で押してください。順番を間違えるとすべてのランプが消灯します。その場合は最初からやり直してください。ポータブルセーフチャレンジです。アイテムを調べる。そのアイテムを調べるとそのアイテムの様々な方向から確認できる。調べる。じゃあやりますか。じゃあまずこの辺、
ういうことか。これ違う、これ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 、次どれだっけ、これか、違うなこれか、左下で下から上にだね、こうこうで、これで左下下上、 OK。 あー、なんかいいね、大当たりみたいな。なんだこの変なゴミみたいなやつ入れやがって、何これのどこが大切なんだよ、バカなんじゃねえの、これをさ、ポータブルセーフに入れてたやつは、どこのバカだこれ、どこのバカがこんなことすんねん。あ、もうバカしかいねえんだな、この警察署は。ショットガンの弾だ。え？これはわかんねえんだけど。ここは、あれでしょ。ここは。今動いたよね、変な動き方したよね。いや気のせいだったわ、一発無駄にしたやんけ。荷物がいっぱいになっちゃったんで一旦戻りましょう。すごいね、こっちにケツを突き出して誘ってんのかこいつは。キーアイテムね。調べてみるか。何かの端末のボタンか。はいはい。数字は書かれていない。っていうことは、本来は数字が書かれているはずのボタンなんでしょうか。まあ、預けちゃおう。進みましょうね、バンバン進んじゃおう。結構体験版と変わってんな。体験版は体験版で短く終わらせるだけのストーリーだったのかな。ハンドガンの弾ありがとうございます。ここのロッカーは、ここも鍵がねかかってるんですよ。でこの鍵怖いよね、この鍵ね。で鍵ゲット。うおー怖い怖い怖い。でリッカーがね、今こう通り抜けた時若干だけど、コントローラーがこうブルブルブルってするのがねまた怖いよね。突き当たりに何か。生存者へ、まだ生き残ってやがる不運の持ち主へプレゼントだ。俺たちを散々苦しめたリッカー、皮を剥がれた鳥みたいな、鶏みたいな例のグロ野郎のとっておきのゴシップを教えてやる。奴らは聴覚が異常に発達している代わりにほとんど目が見えないんだ。そうだ、お前がみっともなく走り回ったりバカみたいに打ちまくったりしなけりゃ奴らに見つからずに済むかもしれないってことだ。奴らの前では俺のばあちゃん並みにゆっくり歩け。いいな。さてと、お名残惜しいが俺はそろそろ行くよ。友達の敵を取ってやるのもおまわりさんの大事な仕事だからな。デビット、デビット、いいやつだったぜ。つまりデビットのばあちゃん並みにゆっくり歩けばリッカーには気づかれずに済むということでしょうか。何でしょうかこれは。ガンパウダーありがとうございます。いた、気持ち悪いね、なんかね。こいつ多分後で動き出しそうな予感がするんだよね。さあ、これはサイドパック。これでアイテムの持てる数が増えます。ある男の手記。畜生、彼らは私を切り捨てた。これほど忠誠を尽くした私をだ。いいだろう、ならば私もこの世界を楽しませてもらおう。豚どもを折り合いの檻に閉じ込めてやった。新刊でバリケードの C4 を起爆させれば全員まとめてコッパみじんだ。だが一瞬で終わらせるのはもったいない。まず鉄格子にすがって怒鳴り散らしているあいつだ。奴にこのおもちゃを差し入れてやろう。隣の奴を殺せ。
そうすれば残りの人間は助けてやる。そう言ったらこの豚はどうするんだろう。お前は正義だの誇りだのとわめき散らし、この私に何度も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 逆らったな。お前は素晴らしい警官だった。鼻をそぎ落としたいくらいにな。ああ楽しくなってきた。音楽が必要だ。狂ってんな。これが例の C4 か。新刊がないと爆発できないって書いてあるから、多分銃で撃っても起爆はできないでしょう。ああそれでそちらの扉も気になりますけども、どうしましょう。行ってみるか。まあ行くしかないわな。レオン、マーヴィンだ。今すぐ戻ってこい。何か問題が？見せたいものがある。重要だ。見せたいものがあるって。すぐに向かいます。その前に、まだ生きてんじゃん、食われてる人。オッケー。一体殺した。こちらは行けそうにないかな。もしかして飛び越えるとかある？無理そうだね。あ、バレた。すごいエイム能力。完璧なお手本のようなエイムじゃないか。まあ上から一方的に撃ってるだけだけどね。あいつ動くな。先に先制攻撃を。頭に当てるのが難しい。変な動きするね。隣の部屋に行っちゃう？謎行動だな。完璧だ。まだなんか敵の。お前嘘でしょ。お前はさっき殺したはず。よし、2体とも倒したみたいですね。こちらは何もないか。真ん中を渡るしかないようだ。警官が死んでるな。そしてまだゾンビの声がする。嘘。さっき殺したでしょうが。これは、ああ棒がないと動かせないよな。カージャッキみたいなやつ。アイテム何か落ちてないか。本があるね。赤い本ゲット。机の上とか。こっちの扉も開くけど何かある。ガンパウダーか。これは警察署上階の地図。上の階もこれで見渡せるようになりましたけど、さっきの図書館にコンバットナイフあった？警官が持っているのか。あとハンドガンの弾取り損ねてんな。どこだこれは。シャワー室の、あああの廊下にあったんだ。オッケーオッケーオッケー。ん、これなんかメモで見たな。ある男の式じゃなくて手帳手帳。なんか馬だから上下に魚、サソリ、あと変な岩みたいなやつかな。上下に魚、上下に魚、サソリで岩みたいなやつ。
岩みたいなのってどれだ？これか？これじゃないな。魚でもない。あ、壺みたいなやつだな、これは。オッケー。ユニコーンメダルゲット。ガンパウダーを組み合わせておいて、コンバットナイフはこの人か。なるほど、コンバットナイフは消耗品ですから、こうやってバンバン補充していかなくちゃいけないね。ちょっとハンドガンだけ、ハンドガンの弾だけ取ってきます。そう、この2階の廊下、警官が邪魔して取れなかったんだ。女警官だね。じゃ、さっきの図書室からマービンに会いに行きましょう。で、確かだけどこの辺って、そうだよね、落ちるんだよね。一応床だけは壊しておいた方がいいかな、後でびっくりしないようにね。使う。さて、マービンさんは、そっか、下にいるんだよね。マービン、何を見せたいって？来たか、こっちだ。見てみろ。なんだ？よかった、無事だったか。知り合いか？あ、クレアだ、一緒に来た。あの場所だったら2階から行け。東だ。はあ、了解。感謝します、警部補。2階の東からクレアのところに行けるらしいけども、まずユニコーンのメダル使っちゃおっか。おお、エリオットは正しかった。すげえ、本当になんかあるわ。まだ通路は開いてない。そうだね、この柵をね、なんとかしないと。この赤い本は何ですかね。本の形をしたプラスチック製のオブジェ、握られていたような跡がある。確かになんか変な、あー、なんかのこの手で持ってるような跡なのかな。くぼんでるんだよね。この女神が本を持ってるとかじゃないか。本は誰が持っていたんだ。このライオンの謎も解けそうだな。と、ライオンは、ライオンと葉っぱと鳥。ライオンはライオンと葉っぱと鳥。ライオンと葉っぱ。あ、これは矢かな。と、鳥。OK。あ、結構簡単ですね。簡単かな。こういうね、こういう簡単な謎大好きです。で、このメダルもつけちゃおっか、ここにね。で、これで柵が開くんじゃないかな。使う。変なとこ開いた、変なとこが開いたそこじゃない、そこで、この縦に並んでる柵をなんとかしたいんだけども、全然違うとこ開いちゃったよ。ここも鍵使えるよね。使っときましょう。使えるとこは全部使っとこうか。鍵がどこに使えるかとかいうのはわからないか。俺、ここでガンパウダー取り忘れてんな。近いから取ってこよう。この部屋でガンパウダー、あ、ガンパウダーあったんだ、ここに。気づかなかったわ。じゃあ、クレアに会いに行って終わりくらいにしますか。東って言われたから多分こちらだよね。あと、レオンがちょっと手負いなのでね、そろそろタイミング見て回復させてあげたい。これはハーブですね。そのマシンは何だ。あ、これゴミ箱か。ゴミ箱と自販機。こういうとこは絶対アイテムあるでしょ。金庫、至る所に金庫があるんだよね。何かメモがあるよ。
ラクーン観光案内。ラクーンシティへようこそ。あの巨大製薬会社アンブレラが拠点を置き、活力ある都市として知られる我らが、ラクーンシティが実は長い歴史を持つことはご存知でしょうか。このコラムではラクーンシティを訪れる皆さんに街の意外な見どころを紹介します。ラクーンシティの中心部に位置する警察署の建物は、元は美術館として利用されていました。現代では珍しい時計台や玄関ホールの女神像が、王子の名残を伝えてくれます。孤児院、警察署にほど近い孤児院はアンブレラをはじめとする企業と地元住民の寄付によって運営されています。孤児院のシンボルともなっているステンドグラスは、国外からも見学者が訪れるほどだとか。結構見どころあるやないか、ラクーンシティ。鍵を使いましょう。アイテムを整理する。使用済みマークのついたキーアイテムは捨てることができる。あー、そういうことってことは、もうこれはで、この鍵はもう必要ないようだっていうことだよね。あのバイオハザードのね、大きな謎ですけども、この鍵はもういらないだろうって言って捨てちゃうんだよね。捨てちゃっていいかな。うわー、一度捨てたアイテムは拾うことができません。だってこう書かれると怖いんだよね。まだ捨てないでいいか。こっからどう行けばクレアに会えるんでしょうか。このシャッターを動かすにはクランクが必要か。クランクがなければここは開かない。うわ、超嫌な予感する。ものすごく嫌な予感がします。カード、これが欲しかった。そこに手がある。手がない王様がいる。そしてその手には何か持ちそうな、つまり本を持たせることができる。そう睨んだので後できます。本を持ってね。おお、大事故が起きた。今僕の目の前で今大事故が起きました。ここにあるのはハーブですか。こちらも通路になっているんでしょうか。あ、大丈夫か。ダメですね、即死だ。え、なんだ、パチ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 。レオ、私を呼んだ。クレア、ああよかった、無事だったんだ。今そっちに行く。わかった、今行くよ。あ、パチパチ鳴ってて怪しいよ。ボワッと。クレア、無事でよかった。大丈夫、ヘリコプターが急に現れて。なんとか無事だ。いや、無事じゃないんだけどね。ああ、そのポケットに鍵は入ってないわよね。ああ、あいにくないな、うん、で、君は大丈夫。そうね、なんとか生き延びてる。え、なんかちょっといい感じじゃんね。君のお兄さん、君の兄さんはまだ見つからない。クレア、希望を捨てるな、きっと見つかるさ。ああ、俺も手伝うよ。おん、すごい大爆発ですね。え、来た道戻れねえんじゃねえの。まずいな。ええ、夕食。そうだね、この音に釣られてくるから、クレア、ここを離れた方がいいと思うよ。私はいいから、自分の心配をして。なんだ偉そうに。クレア、行くんだ。早く行かないと。そう、いっぱい来てるよ。生き延びましょう、絶対に。そうだな。さて、レオンの方も、マービー、まずいことになった。かなり奴らが集まってきた。まずい状況ですけども、工具、これ欲しかった。マビ、緑だけど
重ねちまうか。板取っちゃおう。あ、板重ねられんのかい。緑重ねる必要なかった。ここ工具で開けることができる。ガチャン。さあ入るんだ。やばい。え、ここ見覚えあるな。あ、ギャウー。俺の突破力なら全て無視。嘘でしょ、ここ行けないんだけど。このクソ野郎。クソよく見えねえ。でも頭この辺だろ。オッケー。マビン、俺ここ通れねえって。嘘だろマビン。クソ、ここは開かないか。こっち行けそうだけど。何か今女の声が聞こえたような。えっ、お前嘘やん。 OK、 向こうからも。いや、これは行くしかない。これ大ピンチ。大丈夫だ。完璧な判断。オッケー。ここで殲滅しないと。おちおち探索もできねえ。こいつ動き早い。こいつ気をつけて。きっと警官時代は優秀な警官だったんだろう。動きが早いからな。オッケー、殲滅。板とハンドガンの弾。そうだね、工具で開けられそうな場所がこの先にあったな。ゾンビの声がたくさん聞こえる。気をつけて。工具でここを開ける。くそ、どう行くべきだ。悩んでらんないな。とりあえずあいつぶっ殺すか。素晴らしい。今これ以上ないチャンスか。なんだこれ、電子部品。これヒューズだな。あ、取れねえぞ。ハーブ1個使っちまうか。ハーブ使ってヒューズでしょ。じゃ机をバリケードにしてここで迎えると。オッケーオッケーオッケー、頭に当たってる。うまい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 。ガンパウダー、いや取れないアイテムが多すぎるな。オッケー。こういう追撃ありだな。こういうさ、動きそうなやつとかも。なんだこれ、先行手榴弾だって。ステータス画面で装備して使用する。起爆時の閃光と爆音で周囲の敵をひるませる。だって L1 で構えて、はいはいはい、敵に組みつかれた時の反撃にもできるけども、これも取れないか。こういう動きそうなやつとかも何かあるな。ハンドガンの弾か。バリケードはしなくていいかな。今ここは安全だからゆっくり探索できるし、拾いたいアイテムたくさんあるから、ヒューズだけ
すぐそこで使ってこよう。ここでヒューズを使って、なるほど、これでここの出入りができるんだ。今欲しいのはバルブだと思う。そしてそれと、ここに何か拾えないもの多すぎるな。ここ後で来なくちゃいけないから、敵は殲滅してまた来ましょう。ここのドアは開放。ゾンビは動いていない。マービンどうした？まだいるかそこに。マービン、マービン大丈夫？マービンやばい、マービンやばい。ごめんマービンやばいけどさ、ちょっと俺のアイテム事情の方がね、持ち物事情の方がやばいから、ちょっとだけアイテム整理させてくれ。よし、ちょっとマービン、一応マービンもね心配なんで、マービン大丈夫か？まだ生きてる。じゃあ安心です。では今回ね、この辺でセーブして終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら。バイバイ。